はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、黒政と申します。この放送では私黒政が新三国無双8エンパイアーズを大いでプレイして馬長馬隊に復讐していくといった内容の動画になっております。はい、まあ、前回は、神に守られしというか、まあ、神の子馬隊というんですかね、まあ、なかなかね捕獲ができないという感じなんですけども、まあね、ちょっとね県内を前回ね馬隊がいるとこ攻めたんですけど、惜しくもね逃がしてしまったわけなんですよね。まあなのでね懲りずにねやっていくわけなんですけども、なのでね次はねこの講師、ここに攻め入って、まあなんとかね馬隊を、捕獲して、復讐を果たしたいなと、いった状況でございますね。はい、それでやっていきましょう。なんかねそれでなんかその支配地がね多くなってきたもんだから今までね仲良くしてたね グビジンがね、まあ、いきなりねその、まあ、牙をね抜いてきてうちのとこにね攻め入ってるっていうね状態なんですよね。まあ言うてもね結構うちもねその支配地域が多いんですけどね、なかなかね特にね無双武将の登用がねなかなかうまくいかなくて結構スカスカなね状況なんで、まあねあの城の硬さにね物を言わせて、まあ、やり過ごすというなんかもうお決まりにねなりつつある、戦法でねやっていってるっていう感じなんですよね。この間まあちょっと前にね久々に防衛戦をかましたんですけども、まあそれもね顔がほころんでしまいますわ。それもまあだいぶねこっちが有利だっていうのをまあ分かった状態でね引き受けたんでね防衛戦を、そうまあそれぐらいね有利っていうのが見込めなければちょっとやっぱなかなかね攻めていけないっていう感じですね。いいんバランス悪いな、お金と兵士があるのに兵糧が、ま、全然ないっていう。あーいけそうだな、いけそうだな。よりによってなんでこの城を狙うかね、こうなったら本気で守るしかないっしょ。いけそうだね、あいけんじゃんこれ、めちゃくちゃあれじゃん2人だけめっちゃ舐めてかかってきてるよね。ちょっとね返り討ちにしちゃおうかな。大将軍言うてもグビ人はね8人しかいないので1人ね通るだけでも、しかも大将軍だからね痛い痛手だと思うので、こうちょっと受けましょう。まあ、ただその勝者で開けられると一気に兵力をごっそり削られるので、それだけはまあ注意しないといけないっていう感じですね。あーまあ2人開けだしな、大丈夫だよな、せっかくねゴランなんかその有効度を上げられるチャンスなので、ちょっとねゴラン君にね拷問しておきましょう。で前々回の放送でこのねスダクの器っていうなんかその後白虎の器っていうのを手に入ってたんですけども、その一級の、宝玉器器が手に入ったんですけど、なんだかねちょっとこれをちょっとプレイする前にちょっと調べたんですけども、これがねその相当強いらしくてその炎の一級の宝玉器が、なのでちょっとねまあ運が良かったなっていうところなんですけども、まあ、その代わりねその時はちょっとバーテンを逃しちゃったんですけども、捕獲できずに、まあこれが手に入ったので結構まあ楽にね
今後展開進められるのかなと思ってますね。これのね、残と炎が特に強いらしいんですよね。なんかその無双、私はちょっと無双、三国無双シリーズはまあ好きでやってるんですけども、特にね、やり込んだのが、だいぶ昔なんですけど、その三国無双の2と、三国無双の4か。まあ、あと、なんだ、その番外編といっちゃあれですけど、戦国無双の2もすごいやり込んだんですけども、その当時は、炎属性っていうのは当時からあったんですけども、その炎がね、なんだろうな、今のいう毒みたいな、スリップダメージっていうんですかね、徐々にその、体力が減っていくみたいなやつだったんですよ。で、当時は、確かね、その、浮かせてる、炎攻撃になっている敵を浮かしてる間は、その HP が減り続けるみたいなやつだったんですよね。なので、ちょっとその時のね、当時やり込んでた印象が強いので、この、の属性もなんか今作もそんな感じかなと思ったらどうやらなんか違うみたいで、確か、炎属性の攻撃を当てた敵をがなんかその地面に落ちるとその叩きつけられた衝撃で爆発するみたいな、攻撃で、その爆発 のダメージがめちゃくちゃ強いみたいな感じなんですよね。で、それで、ゴリゴリ削れるという感じなんですよね。で、確かに、その、妖獣、このゲームでいうチートクラスの、敵が使ってきて、味方が、こっちは何一つメリットがない妖獣なんですけども、その妖獣で、個人的に最強と思ってるのが、炎の虎の炎子で、その炎子も確かにその爆発 の威力がめちゃくちゃ強いんですよね。多分難しいで、あの威力だったら多分修羅で食らったら多分一撃で死んじゃうような代物だと思うんですけども、なのでね、それ がその自分でも使えるというねことになるんですよね。で、よくよく思い返してみたら、そのセブンのエンパイアーズ、私はすごいやり込んだんですけども、セブンのエンパイアーズってもその修羅の難易度で、あの敵がね、その飛型って言ってその爆発攻撃をしてくるあれがあるんですけども、それがねもうめちゃくちゃ強いんですよね。それを食らうだけでも即死級なんですよ。なので、あのたとえねモブであってもその家系を使ってくるやつは絶対近づかないっていうのがちょっと私の中のシュラ、エンパイアズ7のシュラをやる上での鉄則の規定だったんですけども、何が言いたいかっていうと、とにかく強いものが手に入ったので、楽できるかなっていう話ですね。はい。じゃあ続きというか、防衛戦やっていきましょう。この地を抑えます。一気に落としましょう。あ、なんか残っちゃった。よりによってなんでこの城を狙うか。これね、これこれが強いんですよ。強いし派手だし。見てて面白いんだよね。この炎属性って爆属性だよ。落ちたよ。手段は選んでいられない。すごいよな、爽快なんですね、これ無双のね、その爽快感が。あ、そっか、フローだから、あ、違うな、リアクトでビームが出てるのかな。そろそろ攻勢に出るか。確かその火薬が、中国の何だっけ、4大発明かなんか3大か忘れたけど、火薬がそのうちの1個に入っていて、そ
そのなんあやべ見てなかった、なんだったっけな、その火薬その宋の時代だったんだよな確か。それがでその火薬がただその何かの文献とかを推察するに、その火薬の原型、黒色火薬の原型っていうか何だろうな、はもうすでに唐の時代にはもうあったみたいなんですよね。ただこの爆発、その何か時代を先取ってね、三国志の時代に、爆発をね研究させるというね、なんかねロマンがあるね、事例になっております。なんだろうな、そのなんかね、まあね、まあ今のその現代中国っていうんですかね、そのパチモンみたいなこういう感じでなんかよく言われて、なんかそのメイドインチャイナっていうと、なんだろうな、今はさすがにちょっと薄まったと思うんですけども、まあ、ちょっと前まではね、なんかその二級品の代名詞みたいな感じになんか言われてた時代があって、ただねその中国がそういう感じで、あ、なんかポンコツみたいな扱いをされるのは、まあここ多分200年か300年ぐらいの話で、それより前はやっぱりその中国って言えばもう世界一クラスのね、まあクオリティのね、全てなんかその文明というか技術のものが国だったわけなんで、だからねそれを知らないのか、あんまりまあ中国史に明るくない人は昔からなんかそのパチモン中国がね、なんか勝つなみたいな感じで言う方がいるんですけども、ちょっとね私はねそれがちょっとあの許容ができないなっていうね感じなんですよね。ちょっと納得いかないなっていう、まあ、まあだからなんていう話なんですけどまあだからねそういう感じで、まあちょっとね、まあ、今の中国がちょっとまあね、まあね、日本が隣接していることも相まって、その領土問題とかもあってね、なんだ、尖閣諸島とかね、そういう感じでね、ちょっとまあ中国のことをね快く思わない人がいるのはね、まあそれはごもっともな話ではあるんですけどね。まあ、ただねそれとね、その古代中国のね歴史の素晴らしさっていうのはちょっと個人的には別だと思ってるので、一回そういう方はねちょっとねその中国史のね素晴らしさをね、あのねなんかタイミングでもいいのでね、ちょっとねまあね知っていただけたらいいなとはね個人的には思う次第なんですよね。まあ、なのでね、あの中国史のね良さをね広げてもらえたらいいなということを思ってね、私はこういうねチャンネルをやってる次第なんですよね。まあ私みたいなね、まあ、ね、平平なねチャンネルはまだしもね、私も、チャンネル登録させていただいている鳥人間さんという方がねやっている、中国史紹介チャンネルっていうのがあるので、それすごいねためになるし、ちゃんとね資料とかね裏付けもされている面白いチャンネルなので、ぜひねその中国史にご興味がある方で鳥人間さんのチャンネルは知らない人は多分あんまりいないんじゃないかなと思うんですけど、ご存じない方がいたらね鳥人間さんのチャンネルを見ることをぜひぜひねお勧めいたしますね。ただちょっといわゆるそのゆっくり、なんだ、ゆっくりチャンネルっていうのかな、そのね、ゆっくりボイスでその解説を行っているチャンネルなので、ちょっとまあそれが苦手な方は、ちょっと、ご視聴しちゃいた方がいいかなっていう、まあ、ちょっとそこだけは注意点ですね。それをなきにしたら、おそらくね、中国式系のチャンネルでは多分、結構いいチャンネルだと思うので、中国史はお好きな方は、ぜひぜひ見ていただけたらいいと思いますね。
なんか早っ、落ちた。強さ、もっと精進しなければ。なんて強さっていうか、まあこの器のおかげだな。強いな、ほんとこれ。このまま勝利を重ねれば、きっと。これがあればあれかな、拠点を落とす、なんだ、ミッション系の兵力ゼロだけど敵将わらわらどんどん来ちゃって結局落とせない問題が解決するのかな。これは新しいやつか、間違った。風か、風属性もね、その吸い寄せ効果があるので、なんかそのコンボをやる、コンボを楽しみたい方は多分風属性が面白いんだろうけど、残念ながらね、私にはそこまでのね技量がないのでね、海賊性は使いこなせないですね。あ、送信止まったわ。数は大きく大量 でかつね、そのまあいいか効果不効果はまあ置いといて、なんだろうな、効果不効果は置いといて、あのね、その人がなかなかそんなにいないっていうのがね、あのすごいね国力増強につながってるんですよね。余裕ができるというか、ちょっと人がスカスカなのがあれなんだけどね。だからそのね、一月待つだけで4000ぐらい貯まるので、なのでまあ無理なくねいけるっていう感じなんですよね。ただちょっとやっぱりね、人が少ないんだよな。個人的にはね、そのなんだ、国力とかそういうのが無視できるんだったら、もうマックス限界までね、人を雇いたいタイプの人間なんでね、なんかその在野で遊ばしておくのが嫌いなたちなんですよ、私は。ギリギリだな。あー、でもちょっと危ないな。あー、兵力が足りてないな。あー、これちょっと、あ、待った方がいいかな。ちょっと馬体の兵力が足りないので、これ下手したら修繕とか他のやつらに変わられちゃうな。あー、どうしようかな。ただ万が一に備えて、そのグビジンとリュウビの勢力を残しておきたいんだよな。どうしようかな、ね、じゃあちょっと早々にちょっかい出すか。それか他はちょっとあえて進行目標設定しないにして、であれかな、他のや、進化が進言したとこを攻めてみるか。あと投与もしといた。これが今回の方針よ。多分ね、最近ねちょっとバターが多いんで来ると思うんだよな。ちょっと、オッケーオッケー。
いいでしょ。なるほどね、いいと思う。悪くない。私は決めたわ。馬体の兵力回復待ちだな。役目は果たしたな。外交を挟むか。ちょっとまだね。さすがにちょっと一戦交えたからダメか。せめて劉備は100にしとこう。息子に行かせるか。必ず果たして。そうしましょう。行ってこい息子。あなたたちを守ってあげよう。その代わりお願いを聞いてほしい。なんと卑劣なやり口だ。だが己の陣を貫くため今は耐えよう。なんだろう。うんと言ってくれたのだな。よかったよかった。あれかな、悪徳が結構最近高くなってきたからこういうセリフって返されるのかな。あ、ちょっと待って待って待って、あぶねえ。気づいてよかった。危ない。そうだったそうだった。なるほどね。だからそんなにいないのか。だからトントンなんだな。どうだろう。玉児でゴリ攻めしてれば勝てるかな。ただちょっと不安ではあるよな。調子こけるかどうかだな。ちょっとやっぱ不安だよね。言うても怖いよな。でもそんなに変わらないんだよな。試しにやってみるか。これでいけるかどうか、ちょっと試しにやってみよう。いけるかな。必ず果たして。承知いたしました。条件はこちらでいかがでしょうか。受けていただければありがたいのですが。このお話はお受けできません。そうですか。残念ですが致し方ありません。セブンの順位、セブンエンパの順位くらったら一発なんだよな。王様祭っていうね、チートスキルがあってね、めちゃくちゃその成功率上がるんだよな。策略の計略の。
私に華麗なる考えがあります。また観光だろうまた観光だろう。ええ、いいわ。休日は己の美を保つために使うべきです。さあ、これを。風の玉好きやな。超多いんじゃん。あ、生涯もやる。あ、結構おり、あれじゃん、いるじゃん。重宝な、やめられたんだよな。やってやるぜ。あ、いけんじゃない。食事はちゃんと取らないとな。腹が減ってはなんとやらだ。いけるそうだな。あなたの力をもっと活かせる場所があるわ。私と一緒に来てもらえるかしら。俺は重宝って言います。頑張りますので、いろいろ任せてください。でも現実的に考えたら嫌だよなこれ。一旦その嫌だからっつってやめたのに、もう一回なんか登用されるっていう。戻ってこいよっつって。まあ重宝の場合は働いてなかったから逆にありがたいのかもしれんけど、うん、なんて今のちょっとセクシーな吐息は。よし、せっかくのおだけだ。食べて飲んで戦いの英気を養おう。この白髪のひげの人はあのあれですね、せいせいのあのプレイ動画で、生まれた子孫武将のセイリンっていう武将のさらに子供ですね、だからせいせいの孫にあたる人物ですね。あなたの力をもっと活かせる場所があるわ。私と一緒に来てもらえるかしら。あなたが希代の名君との噂、まことであったか。俺の力、存分に使っていただきたい。希代の名君かな。最近結構悪名が上がってきたし、そもそも反乱君主だからな。頑張らないと。でこいつはイフンだっけな、読み方は。これもオリジナル武将です。これもってか、楽しんでくれてるといいな。エディットで作ったオリジナル武将ですね。あなたの力をもっと活かせる場所があるわ。私と一緒に来てもらえるかしら。ふつかものですが、どうかよろしくお願いします。弱キャラなんだけど、あのヌンチャク、武器ヌンチャクでガチガチの近接キャラっていうね、そういうコンセプトで作りました。ちょっと待って、あれか、どこなしか。サリとて他にやることもなしか。どうよすっかな。
ここに名君がいると聞き参りました。どうか俺を配下に加えてください。端正な子たちっすね。結構クローニっぽいね。いいの？すまない。いきなり態度でかいな。腕組んじゃった。毎回これ笑うんだよな。いきなり態度でかくなるの。イコいるじゃん。しばし戦を忘れ楽しむとしようぞ。イコはね、大井の旦那の長江のね、あのなんだ、本当にリアルの旦那の長江ね、長江の上司の人物だからね。あなたの力をもっと活かせる場所があるわ。私と一緒に来てもらえるかしら。士官をお許しいただき感謝いたす。期待以上の働きをご覧に入れますぞ。優しすぎてその配下が傷ついているのをまあ見てられなくて、馬長にね降伏したっていうね。ただまあ馬長はねそんな意向をね商談しちゃったんだけど。あ、長老いるじゃん。やりましょう。皆さん、今日は思いっきり楽しみましょう。あなたの力をもっと活かせる場所があるわ。私と一緒に来てもらえるかしら。お断りします。あれ嘘。86だぜ。長江もね、そのまあシリーズでは、確か女性のような見た目みたいな感じで公式的に書かれていて、まあだからね、多分このエリートの長領もね、なんかそのなんだろう、中性的というか塩顔っぽい感じでね、絵がなんだろう、その作られてると思うんですけどね。あ、オリジナル部署、あ、結構いるな。よし、言うとこれもオリジナル部署ですね。今だけは戦いを忘れて楽しみましょう。あなたの力をもっと活かせる場所があるわ。私と一緒に来てもらえるかしら。ご登用いただき感謝いたします。ヨシナにお導きください。で、なんだ、話の続きですけど、私のね好きな、まあ、なんだろうな、漫画っていうか、まあ、小説、ラノベだったかな、ラノベか小説経由でコミカライズされた漫画に、コウと劉邦、あと田中っていう、漫画があって、その、なんかあれなんですよね、祖官時代を、新末祖官ぐらいかな、を、まあ、題材とした、まあ、漫画なんですけども、漫画っていうか作品なんですけども、そこにね、まあ長領が出てくるんですよ。で、その長領がね、その実際のそのシリーズの記述を、なんだかまあ落とし込んだっていうか、そういう感じで、すごいね、長領がもうその女性にしか見えないようなねビジュアルで登場するんですよね。そのまあコウとリフ、あと田中ね、結構まあ私は好きでね、面白くて見てるんですけど、まあ今ね確か4巻まで出てるのかな。で、確か小説の方も4巻までだったかな。なので、まあ今から追ってもね十分に追い切れる、分量だと思うので、もしねご興味のある方はね、その漫画ね
コウドリフアトタナカ、見ていただけたらなと思います。なんか設定がね面白いんですよね。まあ主人公が田中っていう名字なんですけども、まあ田中の田、あのデンデンっていうじゃないですか。でまあ中国でデンっつったらね、あのまあ姓のね国姓のなわけであって、でその姓のまあ最初ってなんか初めその田中がね現代人なんですけども、なんかタイムスリップしちゃうんですよね。タイムスリップしちゃって、その祖官新末の祖官新末あたりにね飛ばされるんですけども、そこでそのまあハンコを持ってたんだよな、確かハンコを持っていて、まあ名字のハンコをね田中って書いてあるんですけども、まあ電柱っていう風に勘違いされて、でそのたまたまねそこに当てあったのがその姓のあのまあ伝王っていうね、まあ実際にねその実物する人物なんですけど、シリーズにも登場する伝王っていう人物がその電柱をとあってまあ拾うっていうかねまあそんな感じで田中がそのあのね伝世っていうかな姓の勢力に入っていって、まあいろいろちょっと活躍していくという感じなんですよね。ただね、まあその、まあご存知の方はご存知かもしれないんですけども、まあ姓はね、いずれその、劉邦の家に、滅ぼされたかな。確かそういう感じで、まあ劉邦のね、家にしてやられちゃう、まあ勢力なので、まあそこでね、その作者のね、先生がね、どうやって、話として、ストーリーを描いていくのかなっていうのがちょっと個人的な興味である作品ですね。まあ面白いんでね、今日ご興味ある方は、コウドリフォアと田中、見ていただければなと思いますね。あ、押さなかった。私は決めたわ。え？何それ？え、しかも唐突に。え、なんか条件あんのこれ。配下が110人超えたらとか。あれ、なんで唐突に出たの。なんかちょっとまず戦勝はしないかな。ちょっと様子見。思い知らせてやるのよ。なんかやっぱり自称はなんかその演説みたいな感じがするので、なんか みんなに なってよみたいな感じでなりたいな個人的に。なのでちょっとしばらくはまだ戦勝はできるみたいだけどしないかな。互角かサジ、まあちょっとサジがあれかな。他はまあ微妙だな。大丈夫かな。うわーすげえなこれ。これちょっとやばいな。またこれ拠点制圧がちょっとやりづれー地形だな。逆に拠点制圧じゃない、これの方がやりやすいのかな。これにしてみるか。戦乱をもたらすとは嘆かわしい。小生が懲らしめてやるとしよう。なんかいい BGM。 これは良い仕事。ぜひとも譲ってもらおう。
やっぱすごいですね。処刑を使うわ。手段は選んでいられないの。なんだ。ああ、落ちた。天よ、今こそ我が声に応え。爆発したのとワンチャンありで。おお、なんかいっぱいいた。あ、ちょ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 い。やばやばいやばいやばい、油断した。おれ苦労しよって。待て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 、接敵してる。これ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 、やめろやめろ。ここは平気で道を開くのはよかろう。さあ、出撃させたまえ。ここは飛行にて戦局を変えよう。開始よ。待っていたまえ。出たと辛いな。イーブンでヨーコは辛いな。ヨーコじゃない、ヨージュ辛いな。あ、まあ、折り切りされる。ただの力押しなど愚の骨頂。ここは一時下がり、兵を休ませよう。よし、敵は随分苦しんでるみたい。今すぐ楽にしてあげる。おお、素晴らしい活躍。敵があんまりいないな。ここまで持ちこたえ。あとはこのわしに任せておけ。巻き込める。ちょっと爆発で巻き込む。だね、欲しいな。今が攻め時だな。目標をめがけて突っ込むぜ。やっぱ落ちた落ちた。借りは返す主義なんでな。もういい。いや、なんか
すげえぐちゃぐちゃだな。よくぞここまで持ちこたえた。あとはこのわしに任せておけ。あれ幼稚倒した。ピーターが幼稚倒した。やった。いやいや、バカ強いな。はめようとしただけでも許せない。20倍にして復讐してあげる。バランスブレーカーかもしれんな、これ相当強いぞ。有利取ってない妖獣を倒したわ。まあ、エンコじゃないから進化の発揮はないけど、軍労はね、妖獣の中で多分一番弱いからな。体勢を整えれば、あとは頼んだぞ。お、素晴らしいご活躍。私が攻めます。うまくできるといいですけど。なんとも勇ましき戦ぶり。領地が手薄となっている。この地は我々で防衛する。ここまで持ちこたえた。あとはこのわしに任せておけ。今が攻め時だな。目標をめがけて突っ込むぜ。体勢を整えねば、あとは頼んだぞ。素晴らしいご活躍です。いやこれ集団戦では強いね。誰かしら爆風が出るから。やりやがったな。いやほんと殲滅力高いわ。よけよ。ライトやりやがる。ここは一旦引くとするか。おお、なんだお強いでしょう。いや、全てこれ砲撃機のおかげです。私の力は何もありません。私の力はやめてやめて。打ち取った。さすが皆の規範たるお働きを。さあ
なんとも勇ましき戦ぶり。ここ俺たちのものってことでいいんじゃね。一緒その前に桃善にやってからそんなにせいせい命が惜しくないのかね。惜しくないです。次から次へとうっとうしい。命は惜しいですがやれる気は全くありません。派手だね。派手な日っつってしばいだしばい。あ、ちょっと最初に表示が落ちてきた。見事な戦いぶりです。素晴らしいご活躍です。さすが皆の規範たるお働き。はいや、全員捕獲だよ。馬体もね、こんな感じで捕獲できたらいいのにね。いやー、ボレボレします。何言ってんだ、俺。素晴らしいご活躍。素晴らしい。あ、なんかかっこいい。なんかかっこいい。すごいな。向こうでは雷があっててこっちは爆発してっていう地獄じゃん。義兵からしたら地獄の状況だよな。
が一番なんかあれかな。すごいなこれ。なんか問われてたみたいだけど何も聞かれてないよ。このまま勝利を重ねればきっと。まあ別に死闘とすればそこはありなんだよね。8のエンパは7のエンパと違って、その支配地を残して首都を倒しても落としても基本的に反乱される心配はないので、首都さえね、もうあと少し首都は抑えられるから、別に他の地をねやってもあんまり意味がないっちゃ意味がないんですよね。いっぱい手に入ったな。承知した。断る。あるか。すまん。承知した。坊や。断る。豪族サイボーグ。すまん。いいじゃろう。ねえな。助かった。あー、サジャーでね、無理だったか。これが今回の方針よ。捕らえられるといいんだがね。あ、またされた。ちょっと待って、人は